さて田中将大今日先発初回の立ち上がりご覧いただきます。2アウトまで取ってでその後エラーとヒット2塁1塁で昨日ホームランを放っています。中村を迎えましたけれどもここは最後アウトコースまっすぐで三振を取りました。2回です。第4先発は与座です。立ち上がり3人で終えてこの回は先頭の島内ヒットでそして岡島も続きます。これで三塁一塁先制のチャンスを作るとこの後辰巳のファーストゴロの間に三塁ランナー島内帰ってイーグルスが1点を先制します。さあ先制してもらった田中ですけれども4回です。2本のヒットとそれからフォアボール満塁でオグレディこれが逆転のタイムリーヒット2対1ライオンズが逆転するとでこの後ツーアウトになって1番の外崎左中間スタンドで今シーズン第8号のスリーランホームランライオンズがこの回5点取りました。さあ点を取られた後の田中ですけども5回です。愛斗から三振を取ってそしてこの後栗山からも三振この回三者凡退で終えます。さあそして5回です。ランナーを一人で今日スタメンの渡辺義明これが今シーズンの第1号スタメン起用に応える一発で2点差5対3となります。6回です。先頭田中ヒットを許してこの後長谷川のバントこっちにベースカバーセカンドの渡辺義明もよく入りました。ダブルプレーになりました。でこの後ヒットでまたランナーを背負いましたけれども当たっている源田をファーストゴロ、まあ、結局田中は今日は6回、5失点という内容ここでマウンドを降りました。さあ7回です。イーグルスは満塁のチャンスを作ってクモンから銀次が技ありのヒットセカンドランナー同点のランナーホームを狙いましたけれどもここはホームタッチアウト、まあ、しかし1点を返します。5対4です。さあ8回はブセリッツです。ビハインドの場面ですけれども勝ちパターンのピッチャーをマウンドに上げます石井監督。そのブセリッツワンアウトランナー三塁、まあ、ピンチを迎えましたけれどもここはサードゴロでこの後二塁一塁で3番の森を迎えましたけれどもセンターフライゼロで終えました。9回です。ソンチャーホーです。そのソンチャーホーが2本のヒットノーアウトランナー三塁一塁でアイトこれがセーフティースクイズ判定はアウトで辻監督でリクエストします。際どいタイミングで判定変わりました。スクイズで1点追加ライオンズ6対4。でこの後ツーアウトランナー2塁1塁で鈴木空をマウンドに上げてでここは打者1人熊代を打ち取りました。さあ2点追いかけます。9回の裏スミスが8回からマウンドに上がってこの回も続投ツーアウトランナー2塁1塁、2塁3塁一打同点のチャンスでしたけれども最後は小深田セカンドフライでゲームセット6対4ライオンズが勝利、イーグルス連敗を止めることはできませんでした。